ハロー、ニーハオ、こんにちは。オーメンズイレブンゲームチャンネルの時間です。ついに、やってまいりました。クリスマスガチャ、やってきちゃいましたね。今回はですね、僕はクリスマスガチャに興奮してるというよりも何よりもですね、あのキャラですよ、あのキャラ。そう、雫？雫はね、僕まだ白猫歴浅いんですが、僕が白猫をやってる中で初めて、あ、こんなキャラ来ていいの？みたいな衝撃を与えてくれたキャラなんですね。で、今回のクリスマスキャラに関してはもう雫しか狙っておりません。でですね、早速今回のガチャオカルト検証なのですが、まあ見せていきますね。まずは僕この ANA なんですね。iPhone カバー使ってます。で、ANA物に関しては、はい。こんな感じ持ってるんですけど、いろいろ好きでね。で、僕の周りにいるのが他にイルカちゃん。ほら、かわいいですね。で、ドラえもん。はい。で、スプレーですね。はい。そして、貯金箱。で、韓国のお土産の、よくわかんないスプレー。あ、なんだこれ。なんか出てくる。あれだ。これすごいやつだ。冷やすやつだ。ぐちゃぐちゃだ。というわけでですね、今回の検証は、雫色に囲まれて、ガチャを引いてみたらどうなるかという検証をしてみたいと思います。で、今までのキャラ入れ替え時期の新しいガチャの一発目は、一発目の11連は僕、オーガ以来、一体も4スターが出ておりません。大連敗中です。その大連敗を今回で止めれたらいいなと思っております。ではガチャを引いてみたいと思います。はい、というわけでですね、あれからいろいろ家の中を探し回りまして、意外にね、白と青の組み合わせのものが多かったのでこちらに並べました。で、さっき着ていた服の色も白と青ではなかったので、一応青いシャツに白いパンツで、下着もこんな感じですね。白青にして、見えてんので、布団もこれ白青で、枕も白青にしました。で、今からこの中に潜って白と青に囲まれた状態の中、ガチャを引いてみたいと思います。まあ、雫が欲しいのももちろんなんですけど、僕本当に初っ端の11連ガチャは大連敗中なんで、そこも阻止したいという気持ちも多少ありますが、やはり雫ですね。では早速やりたいと思います。楽しみですね、限定ガチャね。本当に出るでしょ、そろそろ。あの喜び味わいたい。では行きまーす。白タン引いてくれ。シロタンの引きはすごいからな、いつも。ゴー！ありがとう。1。ここがね、いつも少ないんですよ、僕。3体ぐらいしか出ない。ほらね。3体今。4。5体来い。4体。ここが少ないんですよ、初っ端が。あ、緊張する。ああ、1個消費。2個消費。もうやだ。また連敗するの。もうやめてくれ。はい、3個消費。ラスト1回。ラスト1体。はい、終わりー。もう雫どころか、また星4が一体も出ない。なんなのこれ。なんなのこれ。ほんと冷めるわ。こんなに頑張ったのに。この緊張感返してくれ。というわけで、白と青に囲まれた状態で
ガチャ引いても雫は出ません。というか、ガチャ、キャラガチャ入れ替えの時に気合を入れてガチャを引くと、星音キャラが出ないっていうオカルトの方が今のところ通じてます。なので、新しいキャラが来た時はあまり気合を入れない方がいいというオカルトは本当に続いてるので、皆さんあんまり気合を入れないようにしましょう。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。本当にくだらない動画ですみませんでした。バイバーイ。